はい、ちっちゃい中に明らかに一つおかしいのがサイズ違いが入っております。つぶちゃんみたいに生まれながらに弱かったの逆で、こいつは多分生まれながらじゃなくて途中でないじめられたんだよなと。それなんで一人住まいをしていた。だけど部屋が足りなくなって、普通のサイズのより小さい子たちにいじめられないからといって部屋に入ってこられたね。元はあんたは多分弱い子だったんでね。はい、もうでかいです。早く肉豚車行かないとダメぐらい大きいです。でも周りがまだ行くサイズじゃないので、あんたは上行ったらすぐ出荷になるぐらいじゃないのかい。はい、もういじめられないですね。はい、あなたたちもこいつをいじめるほど強くはないよね。ね、バッチリ。